パキラ、別名マネーツリー、観葉植物の定番中の定番として愛されているパキラ。もともとは10メートルを超えるほどの大きな木ですが、園芸では10センチから2メートルほどのものが流通しています。植え付け、植え替えは5月から9月に行います。成長が早いのですぐに鉢が根でいっぱいになってしまいます。原産地は中南米です。名前の由来は原産地のギアナから来ていると言われています。大きく育てたい場合は一回り大きな鉢に新しい土で植え直し、大きさを変えたくない場合は鉢の土を3分の1ほど落として同じサイズの鉢を使います。乾燥に強いので土が乾いてから水をあげます。化成肥料を2、3ヶ月に1度程度あげます。特に生育期に入る5月頃にあげると良いでしょう。耐陰性のある植物ですが、日陰だと葉の色が薄くなってしまったりバランスが悪くなってしまうことがあります。春と秋は日当たりの良いところに置いてあげましょう。また夏は強い直射日光を当てすぎると葉が焼けてしまうので半日陰を選んであげます。手のひらサイズであってもしっかりと木の形をしていて愛らしいパキラ、インテリアグリーンとして取り入れてみてはいかがでしょうか。